ミヤママタタビは、マタタビカマタタビ族に属する落葉ツルセイ木本。シュウイッ一種。ツルセイの枝は、他の樹木や岩などに絡みつき、よく分子する。枝は無毛であるが若枝には、泡褐色の難毛がつく。葉は薄く上状で、長さ4から7センチメートルの傭兵を持って、枝に合成する。葉の形は、ラ来形、楕円形、またはラン形で、葉先は、 単栄戦闘で、基部は円形になり、洋芯は、長さ7から12センチメートル、幅4から8センチメートルになり、円には、細子がつく。花期は6から7月、大花、銘花とも、計1から1.5センチメートルになり、若枝の下部の溶液に1から3個の花をつける。花は5弁花まに4弁芸で、白色、花弁の長さは7から8ミリメートルになる。秋に、 長さ2センチメートルの長大円形の果実をつける。果実は黄緑色に熟し、多数の種子が入る。花器には枝の先につく葉の表面の上半分以上、時に表面のほとんどが発火し、花が終わる頃には思考色を帯びるのが特徴。金縁のまた,たびは白色になるが思考色にはならない。日本では北海道、本州中部以北に分布し、 山中に自生する。東アジアではカラフト、南千島、アムール、中国に分布する。果実は甘酸っぱく生食に利用され、果実種としても利用される。また、マタタビとは違い、猫科の動物が特別な反応を見せることはない。ありがとうございます。